おはようございます、こんにちは、こんばんは、隣の楓です。芸能人、特にまあ今芸能人の方で襲われたいとかストーカーで、いろいろとね、つけまとわれるっていうのかな、そういうのがまああると思いますけど、どうなんですかね皆さん、YouTuber の方なんかでもまあすごく有名な人なんかでちょっと勘違いしてしまったファンの方とかが、まあ自宅のドア付近まで来ちゃったとか、あとまあね、必要以上に電話をするとか、よく行く、まあ、コンビニとかによく出没するとかね、まあ、よくあるみたいですね。でテレビなんかでもその有名 YouTuber の方がストーカーで逮捕された、その有名 YouTuber の方を好きでいるファンの人が、捕まったっていうことがありましたけど、どうなんですかね。やっぱり好きなことは変わりはないんだけども、それがもうものすごくこうね、思い余っちゃってっていうのはすごいなと思っちゃうよね。まあ何言ってるか分からなくなっちゃったんやけど、でなんて言うんだろう、怖いよね。まあ何が何でも、まあその有名 YouTuber だったり芸能人とかの私生活も知りたいっていうのはなんとなくわかるけどね。でまあ芸能人のあるアイドルの方なんかね、周りからこう情報が漏れてしまったっていうことがあって、かなりその人は男性不信もそうだけど人間不信になったんじゃないかなってまあ思ってるんですよね。その支配人の方なんかもそうだし、そのグループ内での人間関係もね、いろいろと情報が漏れちゃうし、で襲われたことで男性を不審になってしまうし、なんか大変だなと思いますね、有名になってしまうと。皆さんはどうでしょうか。なんか話はまとわりがないんですが、それで皆さんさようなら。